このアドレスをなんかブラウザで見ていただけると、スライドが同じものが多分見れるので、ぜひちょっと見にくいとか、リンクが貼ってたりするんで、そのリンク触ってみたいとかいう人は、これを見てください。で、生命科学データベース横断検索を維持するお仕事という題でお話しさせていただきます。マクテカとツイッターやってらっしゃらない方って逆に聞いてみたいんですけど、いらっしゃいますか？はい、はい。ぜひ、アカウントを。ですね、メニューなんですけど、自己紹介と、あと、これ働くようになったきっかけと、どんな仕事をしたんですかって、僕がどんな仕事をしたのかってことと、あと、メインの横断検索っていうことと、あとは、あなたにも作れる全文検索エンジン、あと、横断検索の究極の目的、まとめという題で、お話しさせていただきます。自己紹介なんですけど、これが Twitter のアイコンで、はい、こういう、Twitter ではこんな感じなんですけども、大学とか、どこでどういうことをしてるかというと、筑波大の、この3月まで4年生で筑波大にいまして、4月からは東大の新領域の柏というところで、修士の1年、今、僕の一つ前にお話しされた林さんの1個後輩になるんですけど、で、勉強します。で、もちろん DBCS のリサーチアシスタントということで、横断検索の仕事をやってたんですけど、ここで働くようになったきっかけは、これ、アジャックス17。17回やってるんですね。で、3回目に、本郷アジャックス3っていうのがここでありまして、そこに、たまたま、おそらく、二階堂さんという方かなから、何か、知ったのか。で、参加して、ブログを書いて、なんかそのレポートをブログに上げたら、なんか懇親会で、バイト募集してるって話を聞いて、ちょっと面白そうなのでやってみたいんですっていう話をしたら、なんかそれからずっとここにいさせていただいてるんですけど、それ1日だって話しなきゃ、1日だって、あげたのはもうその時点だった、はい、午前中に午前午後だったんですけど、午前中のことを書いたら、なんかこうツイッターで補足されて、こうなんかいろんな人にフォローされて、なんだなんだみたいな感じになって、でその日の夜にバイトに行きなさいみたいな感じになって、行きなさい。で、2008年の8月で、その懇親会があったのは、7月で、8月から、2009年の3月まで、一番最初にやったのが横断検索のインデックス作成っていうのをやってまして、その次に、東郷TV、後で、午後に、ヤグアイスさん、奥田君が、話してもらっていただいたんですけど、東郷TV の作成っていうのをやってまして、で一番今、メインでやってるのは、林さんと一緒に、リビークテイベンタベースカタログの、定期的な更新と、あとカテゴリーの整理をやっています。で、一番最初に、まだ右も左も分からない頃にやってた横断検索についての話を、させていただこうと思っています。で、横断検索って何ですかっていうお話なんですけども、ここに、アドレスが、LifeSenseDB.dbsearch っていう、アドレスに行けば分かるんですけども、なんかこういう画面になってまして、ここに、検索ボックスというか、キーワードボックスがあって、ここに、単語を入れると、なんか検索ができる、横断的な検索ができるということなんですけども、要するに、生命科学系のウェブリソースのメタサーチ、なんかこういうのって見たことありませんか？なんか、いろんなデータベースに、こう、一つの、なんていうか、ボックスから、なんか、検索をかけてあげるで、いろんなデータベースを串出し検索してあげるっていうのは、もう、なんかインターネットだと2000年もっと前だったかな、そのぐらいからよくあった形式なんですけども、実装の方法は違うんですけども、多分同じようないろんな、データベース、いろんな、データを一気に検索してくれるようなものを作っているということです。で、検索例、フレーズ、肝臓で、スライドが手元にある方はこれをクリックしていただくと、これに飛べるんですけども、まず、一番最初に来ているのが、東郷TV の、情報、東郷TV で、肝臓の、発電データを使って、データベースの使い方を説明した動画っていうのが、最初に出てきているんですけど、他にも、
例えばタンパク質拡散酵素っていう、雑誌の PDF が、検索結果に出てたり、あるいは特許、日本国、あるいは、まあ、今日本国だけの特許が、まあ、1万件ぐらい出てますね。なんかその肝臓という言葉が入った、文書がこうダーって今159,288、だからすごいたくさん、表示が出てくるんですけど、そこに表示されると、あと、ちょっと独特なのがここに遺伝子リストっていうのがありまして、肝臓と、強いなんていうか関係性があるというか、肝臓っていう言葉で、引っかかってくる遺伝子名がここにずらっと出てくる。で、これはちょっといろいろ種がありまして、英語日本語のクリ拡張をしているんですね。クリ拡張っていうか、要するに、肝臓って入れてキーワード検索をしてあげると、肝臓をその日本語を英語に置き換えてリバーという単語で検索をしてくれる。で、外国の、まあ、生命科学系のデータベースってほとんど外国のものが多いんですけど、そういうものの、まあ、肝臓なら簡単に分かると思うんですけど、視床下部とかそういうのの英語訳ってわざわざ探しに行くのが大変だし、そういうものに、そういうことを考えなくてもいいように、なんていうか、こういう機能がついている。あるいは、その今お話した関係する遺伝子の検索が簡単にできる。で、ところが運営側の、ありがたいと思います。どのような検索ワードが使われているのかのログが、手に入るということで、みんなどういう企業で検索しているのか、もちろん匿名化はされ、もちろん匿名化はされているし、情報を外に流したりということはしないですけれども、この横断検索を使う人がどういう情報を求めてここに来ているのかということを、調査して、そのもっとそのニーズに合うように、アップグレードしていくということをやっていきます。で、検索対象は生命科学分野に特化したウェブ上の情報、247件のデータベース、さっきお話したタンパク質拡散酵素、これは、雑誌の名前です。残念ながら廃刊になってしまったんですけども、そこの無関係の休館、あ、休館、あ、なし、今なし、残念ながら、まあ、それにして、その記事、雑誌の記事が、PDF になってて、それが検索できるということは、有料の媒体です、もちろん雑誌売っている、それが、検索できるということはすごく画期的なことで、もちろんこれは個人利用に限っているんですけども、かなり、便利な機能だと思っています。あとは、ライフサイエンス分野の学会用紙。いろんな学会に行くと、なんかこう、これくらいの、なんていうか、ちょっと分厚い資料があって、そこになんか、この学会で誰がどういう話をするとかいう学会用紙が、配られるというか、配られると思うんですけども、そういうものは、今までなかなかネット上になかった、そういうものを整理していこうということと、あとは、政府資料。どういう予算をつけてどういうプロジェクトをしていこうっていう、そういう資料がもちろん、文科省とか経産省、文科省とかいろんな省で公開されているんですけども、今少なくとも文科省の分のライフサイエンス分野の政策についての資料がいくつか入っています。あとはさっき話した特許情報、例えばあなた肝臓によく効くなんかしじみ汁とかそういうものがあると思うんですけども、なんか、まあよくあるのは、酵素の、なんかどこある酵素をどういう改良したとか、どういう主役をどういう改良したとかいうのがよく入ってます。で、ちょっと待ってですね。これで、Google で十分じゃないの。検索エンジンわざわざそんな作らなくても、これはビッグブラザーなんですけど、検索エンジン、わざわざ作らなくても、Google で十分じゃないのっていう。感想を持たれる方がいると思うんですけども、データベース、生命科学系のデータベースの中には Google にクロールされないように、なんていうか自動的なクローリングを、防いでいるところとかがありまして、そういうものは Google では見つからない。あとはあえて生命科学系に対象を絞った検索システムを提供したいというのが、大きな目的です。で、ところでどうやってデータを登録したんですかっていう、これはここからはちょっと短い技術的なお話なんですけれども、技術というか紹介なんですけれども、
ハイパーエストレイヤーっていう、これは検索エンジンというか検索のなんていうか検索インデックスを作るシステムがありまして、これウェブクローラーもついてるんですけれども、クローリングしたいサイトのトップページの情報を与えてプログラムを走らせてあげると、そのリンクをたどっていって順々に情報を、登録していってくれる、ウェブ上にリンクされていないものは、例えば PDF なんとか、ローカルの自分のパソコンの中にある場合は、それとキーワードを紐付けたドラフト文章っていうものをインデックスして検索できるようにしてくれるという機能があります。で、これを使って、あなたにも作れる全部検索エンジンということで、ちょっと遊びでなんかこう、これ自分のサイトの中のとある某英語をスカイプ会話サービスの講師の検索をちょっとしたいなと思って、どれぐらい作れるかなと思ってちょっとやってみたんですけど、割と簡単に作れる、まあ、ハイパーエストレイヤーっていうシステムが提供されて、オープンソースで提供されているので、その一つのデータベース、一つの検索エンジン自体は簡単に作れる。これと、Yahoo ユーザーインターフェースっていうのは、これも一応クリックが出てると思います。さっきの横断検索の画面で出たこう青い感じのここがフレームになっててみたいな、ユーザーインターフェースなんですけど、それと組み合わせれば、さっきみたいな青とと、まあいいや、はい、さっきみたいな、検索システムが一応できるよっていうことです。で、なんだけれども、検索エンジンなどが、あるいはなんかここもしかしたらここに来られている方は、大体、このパソコンで何かプログラミングをするっていうことに苦手意識がないからだとほとんどだと思うんですけれども、そうでなくても、例えば僕なんかはその2008年の8月にここに来るまでは、Unix とかそういうものは全く触ったことがなく、ターミナルに出会ってなんか黒い画面が出てきたみたいな、ユニックスのコマンドを覚えなさいって言われて SSH とか、あ、なんかこっちのパソコンを操作してるのにこっちのパソコンが動いてるとか、あとなんか VI とかいうものでなんか黒い画面に文字がバーって出てるのに、なんかそのなんか H とか J とか K とか L とかでいろいろ編集できるとか、そういうのが楽しくて、いろいろやってた、なんかその Linux の OS のイメージファイルが入った DVD を忘れてこれインストールしといてみたいな感じで、かなりなんていうか、これは、バイトの業務としてやってました。で、もちろん、いろいろ教えていただいたんですけども、例えば僕がなんか、アパッチのサーバーを立てる勉強で、ワードプレスをインストールしてみたいって言ったら、いや、じゃあそういうのは、やってみていいよとか、いろいろかなり自由に、いろいろ、なんていうか、勉強させていただきました。で、おっとと。で、その僕の話は、まあ、ちょっとここで一つおしまいで、横断検索の目的が目指しているものっていうところにちょっとお話が戻るんですけれども、さっき、ゴンさんも言ったように、林さんも言ったように、ウェブにはライフサイエンス分野の日本語資料が少ない、あるいは一つのところに集積されてない。みんなレポートとかを書かせるとウィキペディアを見に行っちゃうとか、そういう感じなんで、例えば横断検索を使うと英語の資料を日本語でくぐれるというか、探せる。で、いろんなデータベースを一つのところに集積させることができる。で、横断検索でこれをこの問題を保管したいというのが、横断検索の目的です。で、じゃあどんな作業がまだ最初のこのプレゼンの最初の題なんですけど、横断検索を維持するお仕事、これは維持が必要なんですね。実は247個のデータベースが追加されてるって言いましたけど、まだまだ追加何ていうか、ウェブ上のリソースで要領なものはある、そういうものを対象になってないデータベースを追加する作業、あるいはさっきログを取るっていうことでお話したんですけども、どのようなクエリが投げられているかとログを解析する。で、そのどんなニーズがあるのか、検索結果とあるキーワードと
それに見合った検索結果があるか、すごいたくさん検索されているのに、結果が2件とか3件とかだったらそれはまずいわけで、そっちの情報を伸ばしていきたい。で、もちろん、検索結果が正しく表示されているかどうかをチェックする。肝臓って言ってるのに腎臓が出てきたら困りますよね。なんかそのものをチェックするっていう作業が、作業に人手が必要です。今例えば僕はそのデータベース化というのを林さんと一緒にやってるんですけども、もちろん、他にやってる人がいる、他にやってる人もいるんですけども、こういうことをなんか考えてくれる人、考えてくれるというか気にしてくれる人がいないと、サービスっていうのはなんかどんどん古くなっていってしまうというか、新鮮さを失ってしまうので、こうまとめとしては、日本語の情報の集積がもっと必要っていうのと、オーダー検索をはじめとした DBCS のサービスでそれを実現したいっていうことなんですけども、一番お話ししたかったことっていうのは、こう皆さん毎日来てくださいということで、今回お話を終わらせていただきます。アンクルサムですね、はい、ありがとうございました。